あ、そこもある。うわ、でっかいな、これ。このゴミ大きい、この何してんの、あれ。カナちゃんみたいになってるよ。マグロくんがこれを持つと。おいおい結構人減りました、うん、そうだね。はい、これからえそこのタバコも拾ってはい、まあ、っていうことですよね、はい、まあそのハロウィン終わった後の楽しんだ後ちゃんと手ついて帰るってことで、そうです、ゴミ掃除ちょっとしようかなという感じで、はい、帰りましょう。そう、さっきね、なんかそのハロウィン人いっぱいおってこう拭いながらもう足の持つ全部ゴミあったもん。あ、そうです、ね、めちゃくちゃありました、ね、ゴミあったもんね。ということで、まあマナーが悪いな、悪いな、ね、そう、遊ぶだけ遊んで帰っちゃいますもんね。ダメだよ。そう。最初多いよ。それはね。最初多いよ。最初多いよ。30分させえね。本当に。面白かった。させえ。目がキラキラしてたから。で、行きます。これは行きましょうかね。行きます。はい。これ、これですかね。海が。はい。あ、そこもある。ゴミ多いね。ゴミ多いよ。どこでもある。駅前終わるの映画。おにぎりの、はい。です。撮ってんじゃん、なんか。俺一番映画ロブが飲んだ後みたいな。俺飲んでねえよ今日。駅前行く前にだいぶこれ回ってるじゃん。え、何してんのあれ。カナちゃんみたいになってるよ。そうだ、カナちゃんみたいになってる。私みたいになってる。俺も実は気づきだったんだみたいな。あれ中身終わんなったの。獲物が大きい、ここは。獲物が大きい。これ、はい、マグロ君がこれを持つと。そう、ゴミ拾っても、食べたものだ。多分これ渡れ。もう。走るみたいな。私あの缶缶手で持てるやつ。そうそう、いっぱい小さいやつは、まあ俺小さいのはね、ちょっとね、あ、これ持ってるか、この、はい、そうです、そう、重いすごい多いね。これゴミやな、めっちゃ多いね。ミスないよ。どうですか、ゴミとか結構掃除、いや、たまにしますけど、こういう街の掃除はあんまりないんですよ。ないよね。やっていかんと。作戦とかであるっていうのは結構人減りましたね、うん、そうだね、人減ったね。ほんとだね。カナちゃんの あそこのありがとうございます。ずっと持ったし、これは仕事をしてる。カナちゃんになんかそのね、その似てるなと見て。でもいいことできない。僕も将来警察官目指してるんですよ。今学生、警察にまで、あの、本物じゃないですかって言われるっていう。でも感謝されてたね。そうね、ありがとうございますって言われてね、まあ、やってよかったなって思いますね。すごいね。はい、ゴミ行こう。そう、行ける範囲で。少ないね、うん、あれ結構なんかゴミが減ってる。ないね、ない誰か折れてるか。ゴミを片付けて帰ろう。うん、ゴミなんかどっきりますよね。え、ゴミがない。
あれゴミねえ。ほんまゴミないね。いや、いいとこあったんすよ。いや、ゴミないね。あら、いいとこもあるもん。いや、でも岡山すごいね。でもすごかったね。すごかったですけど、駅前よりは多分駅前はすごかったから、多分そういう舞台が多いかな。そういう道とかの方がゴミ多かったね、うん、こういうとこはやっぱ、こういうとこはやっぱね、うん、意外でもああやって掃除してる人もいるよ。うん、だからほんまゴミないね。綺麗になったっすね。何分別してんの？あ、そう。それ何系？重い系やな。重い系。あんまねえ。でも確かに重いかもしれない。めっちゃあるんだけど。これは？これは置いていいところだから。よくわからんね。あとゴミ取り。でも黄色の指定ゴミ袋じゃない。うん。でもあそこも置いてます。うん。全部店の前に。これ多分取り来るんじゃない？あ、かもね。それ業者の。入らない。結構増えたね。どのぐらいのゴミも何キロぐらいだね。え、開けて、開けて、ドアを開けて行く。ちょっと切れ、やるんだったらとことんやった方がいいと思うんですよ。逃げやすいです。あの辺で。ゴミ置き場に置いそう。ゴミだと思うな。まああれもあれ取ってゴミ置き場に廃品回収とかそういうあれで、あ、そういうのもこういうとこ置いてあってあるから、さっき綺麗にまとまってるもんな。まとまって置いてあったっすね、うん、そういうこと。それはまあいいってことでね。でも比較的やっぱ思ったより綺麗な状態ではね。駅前がむっちゃ綺麗だったっすね、うん、っていうかこういう脇みたいな見えなさそうなとこにカンカンがいますか、こういうそういうガスがあると思う。こんだけ入っとってだいぶだけでいくぐらいだ。これもう飲んだばっかりぐらいでしょ。僕だったらまず一番取りますよこれ。7時ぐらいから あったみたい。あ、これラブホテルのライダーハート。目がいいな。これは当たり前ぐらいにみんなしてほしい。捨てなきゃゴミ拾いしなくていいですか。そうです。てかね、タバコをね捨てるんだったら吸わないでいただきたい。すいません。いや本当に私はタバコを吸わないものからした意見ですけども、ゴミは種類一緒だったらこれ美味しいっていうの分かる。楽しい。新しい美味しいものに出会えるかもしれない。皆さん、これゴミ知って、これゴミ拾いしたら新作商品わかるよ。決めたな。おお、いいね。タバコがやばいな。日本タバコだろ。はい、タバコ臭い。1時間でこんだけ溜まったからね。1時間ぐらいした結果、そう、まあ結構その、ね、なんだろう、道の端とか、なんか角とかに見えない隅にね、結構ドリンク系とかカンカンとか落ちてたりとか、あと中に入ってるままのものとか多かったですね。多かったです。うんね、物が入ってるっていう状態のものも。でも案外岡山駅綺麗だよな。そう、岡山駅は結構綺麗だから、みんな捨てくれるんですよね、多分ね。そうね、まあ、本気持ってる人もおったし、ね、うん、まあそういう人もね、いるということで、子供の時言われてるんですよ、お母さん、温かさにせえ。ちょっとホッとしましたね。そうね、でも一番多かったのはタバコが多かったな。そうですね。でもよかった、捨てるだけじゃないんですよね。そう、いろいろ人もおるんでね。よかったです。みんなの街なんで。そう、本当ですよ。まあ、そんなものを片付けましょう。疲れてる。ちょっと疲れてました。ずっとやってたもんね。ね、ありがとうございます。まあね、私たちもね、本当の警察の人に警察、あれ今日ずっと思ってたんですけど、今日お仕事ですかって言われて、警察かと思われて。そう、全然これイギリスの警官の服ですけど、失礼です。僕はガードマンだと思ってた。そう、ほんまに現職の人が間違えるほどだから、まあ、そういうつもりじゃないんだけど、まあ、今日でもお仕事ですかって、なんかどっから来たんだよって言われるような、ね、イギリスから来ましたみたいな。まあなんか警察にも警察にも思われてたんで、
ね、よかったね、ね、よかった、楽しかったじゃないかな、はい、結果ね、結果ね、よかったですね、最後気持ちよく終われたんじゃないから、うん、そうですね、街も綺麗になってる、そうですね、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様。ねえ、若さん。ありがとうございました。ありがとうございました。ねえ、本当に。まあ、ゆっくり帰って休んでください、本当に。はい。一緒に来た友達さん大丈夫？あ、大丈夫です。この手袋抜けるんだけど。はい、というわけで、さあ。はい、お疲れ様です。はい、どうでした？フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。